はい、こんにちは、ジャゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思います。ってことでね、前回ゲットしたね、トグロトと早速ね、育ててみたんですが、潜在解放しようと思ったらね、心の武勇コンペン全然溜まってなかったっていうことで、本人をね、もう一回引き当てないとちょっと、潜在解放がね、できなくて、大覚醒にも至れないということで、ちょっとね、ガチャをね、今回引こうと思います。でもね、ちょっと前回引いちゃって、ちょっと、霊石がないので、とりあえずね、ガチャチケで出ないかな、ということで、今持ってるガチャチケちょっと引いてみようと思います。でね、常闇の祭下の方はパネルミッションまだ終わってないんですが、こっちのね、リリース戦日記念のパネルミッションに関しては終わってるので、ここでもらえたね、ガチャチケット星5確定のやつとかも引いてみようと思います。ということで行きましょう。まあ、毎度のことなんですが、一応ね、確認のために、まあ、今から見た人もいるかもしれないからね。ガチャチケの中身はプレミアムガチャと一緒なんですが、プレミアムガチャの方をちょっと確認してみると、最新キャラまで入ってますね。これ、限界無双トグロ弟、一番下の段に、いますね。なので、ガチャチケからも、トグロ弟は出るはずですと、あ、ポイントガチャ引いちゃおっか。いうことで、まあ、今回はね、ちょっとガチャチケ、手持ちのやつ使って、トグロと音がね、重ならないか、ちょっとやってみたいかな、というとこですね。まあ、ここで星5出てもいいんだけど、出ないね。はい。さて、何から引こうか。普通のレアガチャが、79枚。星4以上が26枚、5% チケが13枚、ちょっと中途半端、星5確定は一番最後に引きましょうか。星5メインキャラ確定ガチャチケット、こっちは、どうしようかな、何から引こう。まあ普通に、単なるチケットガチャから引いていきましょうか。結構枚数はあるので、サクサク行きましょう。お、場所は悪くない、オーラ中くらい。さあどうだ、トグロチーム連れてこいこのままトグロ連れて、ないか。カットイン4まで来るとね、ちょっとは期待するんだけど、残念ながら今回は空振り。もう一回行きましょう。さあ場所はさっきから悪くない、オーラでかい。これは来るんじゃない、これは来てほしいが、あ、ハゲさんはダメだいやー、別にハゲさんダメってこともないと思うんだけど、あんまり連れてくるイメージがないんだよね。さあ、あ、屋根がなくなってしまった。オーラもなくなった。ちょっとさっきより悪いけど、潜水チーム、カットインもな、2で星5出てくるのってなかなかない気がするよね。次行きましょう。さあ、オーラはある。オーラがあればね、どこでも逆転しそうな。お、トグロチーム、このままトグロ連れて来い。おーし、オッケー。そして、トグロが来れば言うことないんだが、どうでしょう。はい。お、これは何だろう。わかんない。お、めちゃめちゃ今更だけど、水着のジュリでした。あー、なるほどね。唯一ね、持ってなかったのが、水着ジュリだったんですよね。まあ、攻撃タイプってことでね、コトとかルカよりも、引きたかったんですが、引けてなかったんですよね。まあ、いっか。コレクション的な意味ではね、持ってないキャラが埋まるのは悪くないので、よしとしましょう。さあ。もう一回来い。あー、カットインゼロ。はい、残念。はい、次行きましょう。あと29。むむむこの場所に定着してしまうか。オーラが中くらい、カットインゼロ。カットインゼロはダメだね。はい。あと19、10連はこれがラストかな。まず普通のガチャチケは。
オーラでかいのはいいよ。さっきもこれで来てるからね。ハゲさんはどうだろう。ダメか。カットインにはきついね。はい。これで、ラスト半端級。意外とこれで、さあどうだ ?79 で1枚だけになっちゃうよ。これ出ないと。トグロチーム、うっ。よし、オッケー。カットイン3だったけど来てくれたね。さあ何が来るか。あー、双子か。まあ、いいでしょう。サポートはね、なかなか貴重だからね。はい、ということで、まあ79枚で2枚かな。じゃあ次は星4以上、26枚、これいきましょうか。いけ。さあ、屋根がある、オーラ大。さあ、来い。ハーゲさん。押し来い。もう一丁。オッケー。とりあえず、星5がある。あー、これサポートの、しずるかな?初ゲットだね、だとしたら。体属性、揚力、見守りし心、桑原しずる。結構ね、しずるさんって何回か来てるから、このしずるさんが何のしずるさんかっていう、おちょっと、トグロ兄。待って、4枚抜きとかって初めてじゃない？レアとはいえ、あ、星4とはいえ、これすげえぞ。あ、違う。一人牧原。ごめん、今4枚抜きのつもりになっちゃってた。よく見ないで。一人牧原混じってたね。あ、3枚抜きでも珍しいけどね。はい、次行ってみましょう。いけ。まあ、星4以上だからね。そういう意味では、キャラ自体は被りやすいのか。さあ、ああ、V さん一人で。はい。まあ、こんなもんですかね。じゃあ、半端6。79の26だから、79の26、105回引いたのかな ?105 回引いて、今んとこ3枚星5か。はい。まあ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 。でも 3% って思えばそんなもんか。はい、じゃあ星5 5% チケ。これ引いていきましょう。まあ13枚。さあどうだ潜水チーム、カットイン4。おし、オッケー。よし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 。さすが 5%。あとは、おっと?あ、あれか、これ。稽古ボタン。稽古ボタンは嬉しい、結構。オッケーオッケー。友情ジャンプの強化にあるね。半端の3行きましょう。さあ来い。受け取れクソババー。カットインなし。はい。まあこんなもんですね。まあ13枚で1枚出てるし、タッグ、まあ稽古&ボタンはね当たりなんでね、いいかな。いいかなっていうか、まあ文句ないかな。はい、じゃあ、あと2枚は確定、星5確定でメインまで確定してるやつと、サポートも出るかもしれないやつですね。まあメインの方から引いてみましょうか。1枚ずつ。いきます。さあ、トグロ来い、トグロ。トグロ来い。もう星5なのは分かってるから、あとは、オッケー、トグロチーム。このまま連れてこい。連れてこい、トグロ。さあ、どうだ?あー、夏目か。はい、なるほどね。まあ、いいでしょう。全然被ってないからね、まだ。はい、じゃあ、これラストね、星5確定チケットガチャ、行きましょう。行け!
さあ、トグロ来い。俺からの返事だ。おっと、裏飯チーム。カットインは呼んだが、まあ、とりあえず確定なので、ここには、ゆうすけ来るでしょう。そして、マジかー。それはダメだよ。それはダメだよ。せめて、溶岩ゆうすけ来なよ。心ゆうすけ来るなら。はい、というわけで、ちょっとね、チケットガチャ使って、ワンチャントグロ来ないかなと、狙ってみましたが、残念ながらダメでしたね。まあ一応ね、持ってないキャラとして、ジュリーを引き当てられたのは、コレクション的には悪くないかな。とりあえず夏目は、あーでもちょっと待って。誰かの潜在解放の素材になるかもしれんから、ちょっと進化待っとくか。あーでも総合力上がるからな。まあ、いっか、これを上げちゃって。Cランクですね。B まで上がれば、レベルもね、上げれるようになるんでね。まだ、中途半端な育成具合でしたけど。で、今回このね、水着樹里当てれたのが一応収穫といえば収穫かな。まあ、戦力的な意味で言うなら、ちょっと、さすがに古すぎるんですが、ああ、でもどうだろう。もしかしたら、8月とかに、水着キャラ3人で、大覚醒来るかな。それが来てくれるなら、またちょっと話は違うんだけどね。まあ、後でちょっと育てときましょう。で、そう、このところはね、一応レベル140まで上げて、オートスキルもね、必殺技も、優先的に鍛えたんですが、コンペンも武勇コンペンも足らずということで、ちょっとね、26、あとちょっとなんだな、でも、潜在解放お預け状態ですという感じですね。こっちサポートで、双子を引いたと、双子はまあ上げといてもいいかな。揚力チームもね、使いたいし、揚力チーム作るんだったら、まあ、この双子は結構、良いサポートだった気がするんだよね。揚力アップと、通常攻撃ダメージ増加か。だから、通常攻撃の回数が増えたり、通常攻撃で反撃するような形のキャラで固めた揚力チームとか作れば、まあ、この双子はね、なかなか力を発揮すると思うんですが、なかなかね、その機会がないんですよね。で、こっちも初ゲットのしずるさん。あれ？このしずるさんって覚醒するやつか。はーん、ちょっとレベル、サポートスキル上げといて、これなんだっけ？会心効果か。会心効果と必殺技よだめ増加だから、発動条件味方がダウンした時っていうのがちょっと、条件きつい系ですね。このしずるさん、ちょっと潜在何が必要なのかだけ見て終わりますか。とりあえず上げれるとこまで上げておいて、サポートスキルはね、これでもう、潜在解放可能って出てくるはずなので、出てくるね。はい、必要な素材は、まあ、本人のコンペンと、あー、クワバラでいいね。心クワバラ使えば問題ない。あ、これ。あー、でも本人のコンペンがあれか。ちょっと武勇コンペン減らすのもあれだから、ちょっとやめとこう。なるほどね。あ、そうだ。この二人も引けたんだけど、覚醒ついてなかったよね、多分。ついてたかな？もう一回見てみましょう。ついてない。30。あー、どうしよう。まあ、さすがに、これは、まあ、ちょっと取っとくっていうか、私有コンペン使ってまで上げなくても、まあ、もう一回引けば上がるよってことで、とりあえず今回はいいかな。なるほどね。まあ、チケットだけでね、そう簡単に、新キャラ、あ、ちょっと触っちゃった。
手に入らないですね。まあ、手に入ったらね、トグロ、潜在解放から大覚醒まで一気に持ってっちゃおうかなと思ってたんですが、そこまでは、都合よくいかなかったですねって感じかな。あと引けたキャラってなんかいたっけ？こんなもんかな？そうだね。なるほど。あとはね、ちょっと待って。今ね、ログインボーナスで、この、大覚醒の素材ね、配っているので、なんて言うんだろうね、これ、覚醒の原稿でいいのか？まあ、17個あるから、まあ、3日後にはね、2人目を大覚醒できるよって思うと、1人ね、大覚醒して、トグロの分取っとくっていうパターンでもいいかなとも思ってるので、そういう意味では、まあ、読みかな？読み、大覚醒してみますか。まだね、ランクは F なんですけどね。ちょっと、読み大覚醒させて武術界で使ってみるのはありかな。ああ、まだキャラリンクも用具も全然解放してないけど、他はね、育て終わってるんでね、育て終わってるね。うん。なので、読み大覚醒して終わりましょうか、今回は。いいか、使っちゃうぞ。まあ、トグロ、今ね、一番大覚醒させたいのはトグロなんですが、コンペン足んないんでね。武勇コンペンで溜まるとしても、まあ、3日以上かかるでしょう。はい、ということでね、じゃあちょっと読み大覚醒させて、今回は終わりにしようと思います。いけ！あ、こういう感じなんだ。ちょっと思ったより地味だった。はい、大覚醒により衣装を獲得しました。こうバチバチしてるじゃん。はい、というわけで、まぁ、ちょっとね、キャラリンクの解放とかをね、してなかったりするので、読みの方は、またね、その辺、用具とかも含めてね、いじって、武術界でね、試す動画を撮ろうと思います。ただね、今一番使いたいのトグロなんだよな。トグロがちょっと、後回しになっちゃってるのは残念ですね。という感じですね。まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。